だからこちら側が一つの子どもたちの行動を見て問題っていうふうに思うとみんな同じを目指そうそうするとその行動は悪いあまり良い行動ではないので改善しようなので例えばカーテンの後ろに行っちゃダメだよとか大声上げちゃダメだよとかっていうふうについつい言ってしまうこともあるんじゃないか。 そうすると悪い点を改善するっていうとしてはいけないことを伝えたり怒ってしまったりすることによっていつもいつもこう怒られたり怒鳴られたり指導されたりっていう中で自己肯定感下がって中には施設学校もっと言えば社会に不適応っていうかそこに反感じゃないですけどもそういうふうな持つような子もいるかもしれない。でも まあみんな今褒められるっていうね全員手を挙げて心の中で手を挙げていただいたと思うんですけどもいやいやそれはその子がその子なりの頑張りなんだよただしもっともっとその状況において好ましいような行動をちゃんと教え伝えそれができるようになるで今ほら何か身につける時に流行りですよね褒めて伸ばす聞いたことありません と、ね、いうことをすると上だと怒っちゃうんだけど下になると褒めることが中心になってそして褒めることが中心になると自己肯定感も上がってくる「認められた」っていうやつですの中から社会生活っていうところに適応していくような考え方。 あの僕いろんなところでやっててですね、まあ、大体90分から20 2, あの2時間ぐらい使ってやってるんですけども最初みんなでこうウォーミングアップみたいなことをやるんですねよくやってんのが初回は自自分ののいいいととこ自己紹介とうちの子供だたい僕のグループに入る時はお子さんが何かそういうことであるとその子のいいとこ100個言わないと入れないよっていうとみんなね3つぐらいは言ってくれます。<laughs> であとどうしても何だろうなこういう会に来るとお子さんの問題点とか病気や障害の紹介になってしまうので、うん、なのでお母さんが来たらお母さん自身のいいとこ自己紹介とかお父さんが来ていただいたらお父さんのいいとこで自己紹介してくださいみたいなことをやったりもします。まああとと宿宿題題のの報告いいうのが毎回あるんでですすねあの宿題は出しますあのだろう難しま難言葉でホーームワークとか 言うんですけどこれ SST に関しても心理教育でもみんなねこういう取り組みって多分宿題報告みたいなのをやりでその時々のテーマについて取り組んで宿題をみんなでこ,う、まあ、こっちから出して最後感想を言って終わりにしようみたいなこんな取り組みをまあ複数回に、ね、分けてやるっていうところです。